がきっかけだったんですか、そのずわーっと書き始めるきっかけって。それはあの、まあ、うちの母が、まあ、書いてたのか分かんないけども、はいはい、あの私が60歳になる前に亡くなったんですね、はいはい、それでうちの母が、まあ、北海道で、うん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 、自宅でね闘病生活して、はい、もう亡くなるのは分かってたんですけど、でお見舞いに行った時にまだ意識がね、ちゃんとしてるのに、はいはいはい、あのまあ、前からずっと言われてたんですけど、どうして、うん、あの昔の人だから、うん、美術大学に行ったら絵を描くって思ってるんですよ、やっぱり。はいはいはい。あ、でも、そういうイメージはありますけど。あるじゃないですか。うん、でも私は、結果、大学卒業して、あの広告とかのスタイリストの仕事してたから、うん、まあ、全然ちょっと絵を描くところからちょっと離れて、そうなんですね。でそれでそのまま結婚して子育てしてみたいな感じだったから、うんうん、はい、その間ずっとどうしてあなたは美大に行ったのに絵を描かないのってずっと言われてたんですよでももうその頃にはもうなんか絵を描くってどういうことだっけって思ってたし、あれだったんだけど、その亡くなる前にあなたは絵を描いたらきっと人生が豊かになるって言ったんですよ。すごい、本当にそういうふうに言ったんです。それで、えって私描けないよって言うのって言ったら、描いてほしいってすごい言ったんです。すごい話ですね。それで、まあ、一回東京に戻ってきた時に、うん、まあ、ちょっと描きたいなとは思ってたんですね、実はね。あ、そう。うん、で、描いて、それを一枚半分紙に描いて、北海道に持ってって、にプレゼントしたんですね。あ、そうなんですね、うん、まだその時はまあ生きてて、うんうんうん、でそしたらすごい喜んで、すごい喜んで、うん、なんかすごいなんか親バカなんだけど、なんか受けてるかもしれないって言ったんですよ、うちの母。ママすごくないですか、うん、いや本当に言ったんですね。だからこの人何言ってんだと思ったんだけど、そういう風に言って、いやだからでも私売れるかもしれないと思って書き始めたわけじゃないですよ、もちろん。でもそんなに言うんだったら書いてみようと思って書き始めたんですよ。なんか画材をちょっと用意して。そうなんだ。そしたらハマっちゃって。本当ですね。うん、それめっきりハマってますね。めっきりハマってランナーズハイ状態になって、ランナーズハイ状態、スッと描いちゃうみたいな。そうだ、もうだからもうとにかくとにかく描いてる時間を絵を描いて描いて描いてみたいな感じになったっていうのがきっかけです。あ、そうなんですね。どうですか、自分の絵をもうどういう感じで捉えて、もう大好きっていう感じですか、自分の絵が。まあ今日のすごい魅力的、なんか一番新しい絵が一番大好きで、あ、そうなんだ、どんどん教えていくから更新されていくんだ、それが。だからもうとにかくうん、まあ、より新しい絵が大好き。最新作が一番なんですね。うん、それ面白いですね。うん、だってそうだな、どうなんだろう、一番更新されていくんですね、じゃあ。うん、だから、うん、そうそうそう、なんかバックしたくないんですよ、あんまり。ああ、バックして、もうとにかく前に行きたいですね。そうそう、攻めたいんですね、もうどんどん。攻めるというか、そう、どんどん行きたいってことですよね。